動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。もうあれですよ、正月だからなのかなっていうとこですけど、なんかダメですね。新しいゲームをやってしまうともうたまりませんね。マント&ブレイド2っていうゲームをやってるんですけども、まあそのゲームにハマってしまいましてですね、2日3日とゲームばっかりしてるんですけど、まあちょっとやるタイミングを少し変えなきゃいけないなっていうのは思いますけどね。一日外出てないっていうのはあまり良くないですよ。なのでまあ明日は神社とかに初詣に行って、でくじでも引いてこようかなって感じですね。まあしかし休みが過ぎるの早いですね。今頃もう憂鬱になってる人いるんじゃないですか。今日から仕事、明日から仕事で、僕は明後日から仕事なので、まあ一日あるんですけども、本当のことを言うともうちょっと動画の編集とか進めたかったなっていう感じですね。うさぎの大久野島の、動画を作ってるわけでございますけども、まあまあ皆様に、良いものが提供できればなと思いますので、なんとか1月中に頑張るぞと言いたいとこですけども、難しいかな、さあ、まあ、ちょっと弱気になってますが、昨日は生放送ありがとうございました。なんか情緒が不安定ですね。さあまあまあ、やっぱ外に出ないとね、情緒不安定になるんですよきっと。まあなので明日は行きます。さあってことで、じゃあ今日のニュース読んでいきましょう。うさぎ年、うさぎのことを言うとなんか憂鬱になるかもしれないですけども、はい、うさぎにちなんだ生き物展示、鳥羽水族館にラビット神社、三重。三重県鳥羽市の鳥羽水族館で30日、来年の干支のうさぎにちなんだ生き物を展示するイベント、運気ぴょんぴょんラビット神社が始まり、来館者を楽しませている。会場に鳥居を設置、社殿を模した特設水槽で、歯の形やその顔つきからラビットフィッシュと呼ばれるアイゴの仲間、ヒメアイゴ、2本の触角がウサギを連想させる、ブチウミウシ、品種名にウサギと、いう字が入っている、赤と錦なのかな、赤と錦メダカなど5種11点を展示。来館者らが興味深そうに水槽を覗いている。広報担当の村上さんは、水族館でお正月気分を味わってもらえば皆さんの運気もぴょんぴょんと上がっていきますようにと話していたというところです。まあ本当にウサギを展示しているところもありますし、まあこうやって干支を出すと動物園だったり水族館が目立ったりとかするのでいいですよね。特に、飼育されている生き物、まあ竜とかはいませんけど、まあ、虎だったりとかウサギだったりっていうのはその年に注目されるから、動物園とかにとっちゃいいかなと思いますけど、水族館にでもウサギとかいないからどうするかなって思ったら、まあ名前にウサギがついてたりとか、ウサギっぽい生き物を展示するっていうね、まあ、工夫が見れていいかなと思いますけど、ただヒメアイゴってラビットフィッシュって呼ばれてる割には僕はラビットに見えないんですけどね。まあでもそうやって実際水族館を訪れてみて、で、あ、よく見たら確かにウサギだなって思えるようなことがあるんだったらば、それはね、観察のしがいがあっていいんじゃないかなと思いますけども、まあ色とかで見ると、まあラビットかって感じしますけども、まあそこら辺はね、実際に行ってみて観察をしてほしいなと思いますし、まあそういう観察の楽しみも増えるかなと思えば、非常になんか楽しい展示なんじゃないかなと僕は思いますので、実際にウサギを展示しなくてもそういう工夫があって、そうやってウサギ神社を建立するっていうのね、いいアイディアだなと思います。ということでございまして、今日のニュースは鳥羽水族館にラビット神社できたよっていう、そういうお話でございました。